まだまだその屋外では作業的なものがほとんどですけれども、本当に津波のがこうかぶったところ、被害があったところで、本当にこう自分たちが今立っている場所に何メートルもこう海の泥がこう溜まっていたりというようなところがあって、その水路をこう泥をかき出して水脈を元に戻すような、作業ですとか、あとは細かいがれきを拾ったりとか、そういったものがほとんどですね。皆さん仲間であるということでずっと変わらずに皆さん逃げてきてますし、私たちスタッフと同じ現場活動班としてお迎えしてますので、なのでお客様ではないと、同じ仲間であるとして迎えてますので、まずそれは変えずにずっと今までやってきたことだし、こだわりっていうかでもあります。とにかくそのボランティアセンターとしてただこう活動を紹介する場じゃなくって、居心地のいい場所としてここにあって、でまた帰ってきたくなるような空間を作ろうと思って、スタッフみんなで心がけてます。例えば枯れ木撤去とか、そういう屋外での作業的なものが終わったとしても、関心を持ち続けていただいて、こう一度何かのきっかけで関わってくれた方々っていうのはずっと仲間であり続けると思っているので、そういう意味でも忘れずに、何か機会があれば足を運んでほしいし、来れなくても思いを持ち続けてずっとこう関わり続けてくれることを願っています。お部屋目に、はい。